東口地下道で入り口東口ペデストリアン駅、成田山新勝寺の表参道成田市役所、京成成田駅は千葉県成田市、花崎町にある京成電鉄の駅である。駅番号は KS40。当駅は東日本旅客鉄道の成田駅と近接しており、乗り換え駅となっている。1911年1月20日、成田山新勝寺資金に、 名称山東照寺とを結ぶ、青州電気軌道の京成電車前が東駅近隣に開通したが、1944年12月11日不要不急線として廃止となり、東駅及び、東日本旅客鉄道成田駅が成田山新商寺の最寄り駅となった。三面三線構造の地上駅であり、駅長配置駅。成田管区として、京成支水駅。 総合参道駅、構図の森駅を管理下に置く。2番線と3番線、4番線と5番線で線路を共有する。当駅は大地上に位置しており、1番線のすぐ東側が崖線となっている。当駅の形成上のよりは地上線なのに対し、成田空港、東成田よりは高架線となっている。5番線は主に、成田空港方面、1.2番線には主に、 京成上野方面と東、成田、芝山鉄道線方面、東駅折り返し列車などが発着する。改札口は北側に1カ所あり、出入り口は西口と東口の2カ所ある。各ホームへは車椅子対応型のエスカレーターとエレベーターが設置されている。5番線ホーム内に改札口があり、5番線以外の 各ホームへのアクセスは改札のある5番線ホームから一度エスカレーターおよび階段を降り地下道を経由するか、エレベーターで一旦橋上に上がって、コンコースを通り再びエレベーターで降りる必要がある。なお、東、成田線から直通している、芝山鉄道線ではパスモが使えないが、当駅に乗り換えようのカードリーダーなどはない。西口側は、高低差がないが、高低差のある。 東口側は階段となっており、エスカレーターは設置されているが、車椅子対応型ではない。トイレは1.2番線ホーム北側及び5番線ホーム中央に設置されており、5番線ホームのものは多機能トイレを併設している。5番線ホームにはサンエトワール形成成田店が立地する。また、東口側の駅2階部分には一新学院が入居する。セブン銀行と 中央労働金庫の ATM が改札口付近に設置されている。江戸時代から多くの参拝客を集めている成田山新勝寺への最寄利益の一つであり、特に初詣の参拝客数は約300万人にも及ぶため、正月三が日の利用者数は大幅に増加する。2020年度の1日平均上高人員は24,702人である。 京成線内69駅中、第13位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通りである。東駅山道口から JR 成田駅方面、成田山新商事あたり駅は、東日本旅客鉄道の成田駅とともに、旧成田市街地の玄関口となっており、駅周辺は、行政機関や商業施設、宿泊施設などが集約している。 JR 成田駅交差点により北側に成田山新勝寺への表参道入り口があり、参道には国の登録有形文化財の歴史的建造物が多く、門前町の代表的町並み群は日本遺産に認定されている。駅東口には国道51号、東関東自動車道が通り、国道51号を越えた先には成田市と富里市との市境がある。 そのため、富里市の日吉台ニュータウンからの利用者も多いと、される。駅西口には、JR 成田駅が約150メートルと近接しており、一本松通りを挟んで、成田駅、東口駅前ロータリー交差点が広がる。また、駅前には、電車道が通る。2016年9月に、京成成田駅西口と共に、三道口という故障に統一されることが決まった。 以下、京成線より西側、成田線より東側の施設等一覧。千葉交通による路線バスと成田空港交通などによる高速バスなどが以下のように中央口と東口から発着する。なお、各路線の詳細は千葉交通成田営業所、成田空港交通などを参照。このほか、校舎専用であるが以下の路線も停車する。 ありがとうございます。